この反りが美しさです。この反りこんな感じ、いやこんな感じですか。もっとなるほど島根ゼミ。こんばんは、島根スーパー大使の吉田です。島根のなるほどをもっと楽しく学ぶ島根ゼミ、今回は彫刻家住川喜一の仕事、島根県立石見美術館で開かれている特別展を紹介します。助手は福島さんです。たくさんの作品や資料が展示されてますね。はい、今回の特別展は彫刻家住川喜一さんの展覧会です。住川さんといえば、全国約100カ所余りの野外彫刻の制作や、東京スカイツリーのデザイン監修など公共造形物の仕事をたくさん手掛けてきたことで知られています。住川喜一さんは吉賀町出身の彫刻家で、現在91歳、長年精力的に創作活動を続けてきました。今回の特別展では2020年度と21年度に住川さんが県に寄贈した彫刻作品や資料の中からえりすぐりの作品47点と資料の一部が展示されています。こちらのスケッチブックは、はい、住川さんが描いた彫刻作品のスケッチになります。何度も何度も形を探りながらスケッチを重ね、構想を固めていった様子が伺えます。作品の大きさ、迫力に圧倒されますね。そうですね。こちらは住川さんが40年以上にわたって制作を続けている反りのある形というのがテーマの作品群になります。さまざまな反りが表現されていますね。そうですね。日本の古い建物の屋根や刀剣にも反りがありますよね。反りは日本人が昔から美しい、心地いいと感じてきた形の一つなんですね。住川さんはそれをさまざまな彫刻に取り入れてきました。福島さん、この2つはラフをテーマにしています。こちらは1958年頃のラフ、こちらが2021年制作のラフになります。抽象的な表現に変わっていったんですね。はい、シンプルなものにこそ美が宿るという住川さんの美に対する変化が感じられる2作品になっております。これは反りのある形より前から住川さんが手掛けているマスクという作品。無駄をそぎ落としたマスクの裏にある顔はどんな顔でしょうか。こちらは小玉。木に向かい木と対話しながら創作するという住川さんの仕事に対する思いが感じられる作品です。今回の特別展では彫刻家住川喜一さんの知られざる創作の秘密に触れられる絶好の機会になります。これらを通して郷土の作家住川喜一さんの生み出す造形の奥深さをお楽しみください。石見美術館の特別展、彫刻家住川喜一の仕事は4月3日まで開催しています。もっとなるほど吉田くんの島根ゼミはこれで終了です。4月からは、はじめまして、島根っ子の宅配便デリバリースタッフの平川翔也です。新番組島根っ子の宅配便がスタートします。放送は水曜夜8時54分。お楽しみに。